井上尚弥のこのショットを見よ、完璧だ、ドネアを悶絶させた伝説 11R に蘇る戦律。海外メディア関係者がドネア戦の名シーンの映像を投稿。ボクシングの WBA スーパー &WBC&IBF 王者、井上尚弥、大橋が優勝した2019年のワールドボクシングスーパーシリーズ WBSS 決勝のノニトドネア、フィリピン戦から7日で3年が経過した。井上が判定勝ちを飾った伝説の激闘で、ドネアがダウンを喫した11回の攻防が改めて脚光を浴びている。7日にツイッターを更新したボクシング専門ポッドキャスト番組、トレーディングレザーの司会者、スティーブ・ボックスマン氏は、3年前の今日、尚弥井上が全員一致の判定でノニトドネアを破り、IBF と WBA のバンタム級王座を統一した、と綴り、1本の動画を公開した。11ラウンドで井上が左ボディを打ち込むと、ドネアが苦悶の表情で距離を取って膝をつく場面からスタート。埼玉スーパーアリーナが熱狂に包まれる中、立ち上がったドネアは井上に勇敢に立ち向かい、接近戦で反撃に出る。両者の激しい打ち合いでラウンド終了の鐘が鳴った。今も語り継がれるドネア戦の激闘で、特にインパクトを残したラウンド。ボックスマン氏は、どちらに転ぶかわからなかったモハメド・アリトロフィーに値する戦いの中で、両者ともにタフネスを証明した。これがラウンド11のアクションだ、と改めて井上とドネア両者に敬意を示した。この年、米メディアが選ぶ年間最高試合を数多く獲得した名ファイト。海外のボクシングファンから改めて興奮の声が届けられている。ここ数年で最もお気に入りのファイト。なんてファイトだ。3年前、なんて凝った。現実離れ、なんて素晴らしい戦い。これが3年前だなんて、昨日のことのようだよ。信じられない戦い。尚弥井上はまさに美だ。このショットを見よ。ただただ完璧だ。WBSS 優勝を経て、バンタム級3団体統一を達成した井上は、12月